1月19日のケリヒメスイーツ。プレシケが寂しい数字になっちまったな。まあこの前引いたからですけどね。まあ、とりあえずカリンちゃんは出たから、まあ外れではないでしょう。さあそして、よしよし。スワマちゃんを使って、このステージ。レッツゴー！何でしたっけ？名前忘れましたけども、敵も、バリアの護符をね、つけてる状態の。で、この護符を、スワマちゃんだと、解除できるんですよね。バフ解除もあるし。どの位置からやってあげるのがいいんだ？歯を押して、はいで、ん？剥げるわけではないのか。この子がいれば、どうにかなる感じでもなかったのか。よしよ、エンターテイナー先にやった方がよかったか。とりあえず、カリンのヒット数で、カリンの方がいけるか、そうなると。まあまあ、スワマちゃんはね、ゴフ無視して攻撃入るんで、そもそもこれぐらいしかダメージが入らなかったと。どうしましょうね。まあ今攻撃しても、ヒット数のあれじゃないと。本当、5つ目のステージは、ランクはこのゴフの数が嫌ですね。なんか倒せそうではあるけど、この3蹴り以内ってのはなかなか厳しいね。自分がスワマちゃんをゲットして、そのね、パーティーメンバーであればもっと攻撃力いくだろうから、それで、なのかな。あ、今回ね、攻撃ちゃんと通ってるから、攻撃力さえあれば、ちゃんとやれそうな気はするからね。ほんとこの護符っていう今までのバリアとも違う、またやってきたよって感じですよね。またこんな余計なことってエンターテイナーじゃない方がいいかな。ダメージが通らないわけじゃないからね。あ、そしてカリンちゃんがまひってるね。これはちょっと厳しいか。敵の攻撃もなかなかに痛いしね。パー属性の強キャラを、運用するべきか。さあ、いい感じにバリア張れたんで。まあ、このターンでなんとか大丈夫でしょう。プリンセスオーダーもあるけども、どうしよう、一応やっとく。ありがたいことにね、ヒット数はちょいあるし。よしよし。で、一応プリンセスオーダーもう一個やっておきますか。サーガス団長はパー属性だしね。結局6蹴りか。自分がサーガス団長を使うのも面白そうだけどね。ヒット数あるから。パー属性でヒット数のあるやつなんだっけかな。毎日やってようがね、いろいろ。要素はどんどん増えてるから、いろいろ忘れちゃうよ。しょっちゅう使ってるやつならまだしもね。ただまあ、ダメージを与えるだけだったら、あのバリア系のやつよりマシかな。バリア系のやつね、その、バリアを、バリア自体を解除するキャラが多いから、バリア自体はさ、20とか30とか平気でついてることあるからね。
さあということで、うん、プレチケが取れませんでしたけども、どうしよっかね、ここは。さあ今週、うん、今週というか、今日が火曜日か。今やっておくべきなところは、うん、まあもう一週間あるはあるけども、謎の編集、みぞれちゃんちょっと遊んで使ってみるか。まあ今日はとっとと終わらしたいな。うん、待ってなさい、私のイケメンたち。みぞれちゃんってどういう攻撃だっけかな、まあ、闇相手だから、うん、行ってこい、いいダメージを与えてくれると信じて。気持ちいいねみぞれちゃん、いいぞ、のぞみぞのぞみぞってなんだっけ、 UFO のあれだっけ。いいね、ここは先日手に入れたかりんちゃんも役に立ってくれてる。さくらちゃんもいるしね。帰ってくるのよ、お帰りなさいと言ってあげるわ。いいねいいね、いいみぞれだね、ナイスみぞれ。みぞれちゃんが欲しいな。この KOF のクーラーみたいな。KOF 新作また出るらしいね。99ぐらいまでしかやってないんだよな。2000を一瞬触ったぐらいかな、あとは。2000だよね、K ダッシュが出てるやつって。違う、K ダッシュが出てるのが99で、2000はあれだっけ、K49 だっけ、あの、アキラのオマージュのやつ。さらっと反撃を食らってしまった。食らう子だった。いいね、ここはもうみぞれだね。ただ助っ人 NPC で出てくれる今しかと思うけど、まあそれでも日に3回はね、うまくいけばやれるわけだから、達成報酬やりきるにはちょっと足りないかもしれないけども、まあそれは大丈夫かな。うん、まあ、何とか他にも倒す手段はあるだろうし、とりあえず日に3回の助っ人 NPC チャレンジはね、うん、いい感じに使わせてもらいましょうってな感じかな。うん、とりあえず新規アイテムは手に入れたけども、ただ達成報酬はね、それを何個集めましょう系があるんで、エプロンは5個、枕は15個。ゆるぷかとゆるがうとあるからね、両方手に入れないと。なんとか5個ずつゲットしたいですね。さあそんな感じで今日はこれぐらいにしておきます。さっき何かを言いかけた気がするけども忘れたんで、うん、みんなも聞かなかったことにしてください。また明日。